ガチンコで言うと。おお。ファニー。じゃあ次のテーマこちら。はい。一番会いたい芸能人。ほー、うん、これ僕が。ああ。確かに。会いたい芸能人で、はい、佐々木はね、いたいですの。僕は、鈴木愛理ちゃんです。うわー、いいな。俺、会ったことあるよ。何で番組で。はい、番組で。イケメンっていう、まあ、コント番組で。コントやってたよ。かわいいぞ。かわいいっすよね。すごいっす。めっちゃ愛想もよかったわ。そう全然裏を持てない。あの、おはようございますの、すごい。あ、今日はこんなセットなんだ、みたいな、まず裏で言って、そのまま出てたの。すごい。なんで会いたいの。やっぱね、かわいいんすよね。かわいい。そうだな。歌歌っても知ってます、あの、人の歌歌って。あ、カバーね。僕らのこの前、毎日大喜利出たじゃない。おあれが上がってる YouTube で、毎回、その、カバーやってるの動画始めました。あ、動画、はい。ちょうどなんか、僕らが出た毎日大喜利の、なんか、一個前ぐらいが、その、鈴木愛理がカバーしてる歌だったから。鈴木愛理、俺らの毎日大喜利見てんじゃねえの。もしかしたら、あれだけやったら。あともう鈴木愛理のあのストーリーには全部いいねしてます。好きで、はい、マジでいい人だったな。あれそうなんか。こちらライバルって誰ですか？ライバル。ライバル。もういいの？いないの？ガチンコで言うとママタルト。おお。そうなんだ。なるほど。あそこら辺よ。あそこら辺行きたいよ。